もう蘇りとは関係がないはずでしょ。やっぱりお母さんかな。あたしはここにいるよ。亡くなられたのは会長様です。一世一代の奇跡を起こすからと言われて樽に入って、竜田山から真っ逆さまに転げ落ちられたのですが、私は見とることもできなかった。最後の最後まで親不孝しようって。お母さん、気を落とさないでください。先輩、多分息子さんは蘇ってきますよ。でも取材してて蘇りにパターンがあるのが分かってきましたよね。熊本市内、遺体、そして思いね。面白い人でしたわい。一生懸命わしらを笑わせようとしてくださいましたな。手品もどんどん上手くなってましたしね。なんだ、皆さん気づかれていたんですね。お湯沸きました。兄ちゃん、このビラ貼ってきてくれや。はーい。そういえば顔色が悪かったかな。あいつらが来てからかな。確かに黒い服を着ておったな。借金取りじゃないのかな。えらくがたいが良かった。会長様、真っ青になってたよ。変な甲高い声で喋ってたな。先輩、僕の勘がぴったし的中。うわ、奇跡だ。まったく、お前って子は。なんだこれ、誰のお葬式？母ちゃん手伝おうか？会長、結構みんなに好かれていたのね。今日は取材は無理っすね。あれ、記者さん、取材とかって今日だったかね。宗太郎は今さっき急に仕事の面接だとかで出かけてしまってね。リナは友達と遊びに行くとかで、わししかおらんけど、よかったら茶でも飲んでってください。ああ、どうぞ、お気遣いなく。年寄りだもんでこんなもんしか出せねえけど、いえ、あったかくておいしいっす。取材なんですけど、今日はそうさのう、あれは確か宗太郎の月命日でな、わしは仏壇でお経をあげとって、そしたら後ろからな、今日何かあったかって声がする。それで宗太郎の月命日じゃって答えたら、何言うんで振り返ったら宗太郎じゃ。わしゃギャーって声上げてな、寿命が縮むとこじゃった。まあ80になるとこだで、いつお迎えが来てもおかしくないがの。酒に溺れて宗太郎はバカをして、バカな死に方をしよって、親バカだと思うじゃろうが、わしは宗太郎が帰ってきてくれて本当に嬉しい。親より先に行くのは一番の親不幸じゃものな。でも戻ってきたじゃないですか。これからですよ。そうそう、可愛いお孫さんもいることですし。ああ、リナはいい子じゃ。酒に溺れる前の宗太郎は本当にリナのことを可愛がっておってな。宗太郎が離婚した時も、母親より父親が気になると自分で選んで残った。宗太郎がリナにひどい怪我を負わせた時、わしは入院中で、詳しい状況は分からんが、宗太郎の葬式の時、リナは涙も浮かべなかった。葬儀の間中ずっと不機嫌そうに口をきっと結んでおってな。あの時は息子の死でわしもたまげていて、あまり気が回らんかったが、よっぽどのことがあったのだと思うのじゃよ。リナと宗太郎、あの二人が和解してくれれば。わし、本当にあの世に行く心残りなんてないんじゃがのう。お言葉に甘えて遊びに来ちゃいました。ななみさん、お疲れ様。はい、出産祝い。あら、ありがとう。ごめんなさい、かえって気を使わせちゃって。ううん、全然気持ちだけですから。かったでしょ？まあでも私蘇ったばかりでバイトもしていないから。実はスポンサーは佐伯くんなの。あら、どうもすみません。おちびちゃんは今主人が見てくれてて、それでせっかく来ていただいて申し訳ないんですけど、今からちょっとドライブに行くことになって。お子さんはどうするんですか？ももも一緒に。あ、ももって名前にしたんです。うちにこもってばかりじゃ息が詰まるだろうって。優しいんですよ、あの人。あら、ごちそうさま。じゃあ取材はまたの機会に。いや、いいですよ。よかったら一緒に行きません？すぐそこの山にいい空気を吸いに行くだけなんで。いえ、実は。気になったんすけど、赤ちゃんは成長が早いって言いますが、ももちゃんずいぶん大きくなって。そうね、早すぎるわ。月齢の赤ちゃんじゃまだ泣き声以外の声なんて出さない。じゃあたまに聞くよみがえりは早く年を取るのがいるっていう、風気持ちいい。来てよかったわね。いや、そんなことは大丈夫ですよ。それに子供が生まれたばかりですし、家内の体調もまだ万全じゃないですし、検査をするにしてもそれからでいいんじゃないですか。ななみさん、私向こうのコンビニでアイス買ってくるんですけど、ななみさんも一緒に行きません？佐伯さん、ありがとう。私のこと心配して席を外させようとしてくれたんでしょ？でも大丈夫。私も分かってるの。あなた、がんなんでしょ？お前、どうして？だってあなた、誰が見ても様子変だったわよ。でも、これから3人の生活になるんですもの。悲観しないで。ちゃんと治療を受けない。手遅れなんだよ。気づいた時にはもう全身にガンガンはびこって取りきれない。投薬や放射線治療は時期を延ばして苦しみが長引くだけだったら、全ての治療を拒否してお前と桃とで平和に過ごしたいと思って何がいけないんだ。佐伯くん、行こう。ここから先は家族の問題だわ。警官は付き添っていないのか？チャンスかな。なんだ、大抵のことは警察に話したぜ。いい逃げ足とパンチだったな。傷がないのは当然さ。俺も一旦死んで蘇ったんだ。もっとも気がついた時は警官が10人くらい上に乗っていたがな。弟がお嬢さんをさらったとか聞いたが、俺は知らないよ。大体おかしいぜ。もうさらう理由がないし。心配ないわ。明日の取材には行くから。あんたを探してたらいつの間にかエリアを越えちゃって。あそこはよみがえりのエリアギリギリでしょ。気がついたら自分の家にいたのよ。よかったな。雇い主は知らないよ。本当だ。指令はメールで来る。指令はよみがえりの調査と口止めさ。指令は今になって考えればバカな命令だったな。日の国日報さん、そろそろ時間です。日の国日報さん、そろそろ時間です。あのお嬢さんには気の毒なことをした。俺たちはアメリカでケチなプロレスをやっていてスカウトされた。命令はちょっと気を失ってもらって脅して、昔の地震の後のよみがえりのデータをいただき、その後相応の金額を払って口止めすることだった。でもそれまで牛みたいに太い現役プロレスラーの首を毎週絞めていたから手加減したつもりだったが、お嬢さんはあっけなく死んでしまったんだよ。本当だぜ。首の傷も治っちまったから見せられないが、後悔して首つって死のうとしたんだ。その時声帯が潰れてね。でもお嬢さんをせいぜい大事にするんだな。あともう少しで。